はい、炭酸水好きな俺の、ユッキーのシュワシュワ動画、始まりました。今回は、セブン&アイの強炭酸水です。こちら、キレのいい強炭酸。強刺激。これね、なぜかね、強炭酸水ってやつと炭酸水ってやつが2種類あるんですよ。うん。だから、まあ、なんか違うんでしょうね、こっちの方が。前は、炭酸水は買ってたんだけど、買ったことあるけど。で、容量が 490ml と 10ml 少ない。500cc じゃない、パターンですね。で、原材料が、水と二酸化炭素と塩化カリウム、カルシウムと、硫酸マグネシウム。塩化カルシウムって、なんだ？塩化 CA ってあれだよね。カルシウムの略語で。この商品はセブン&アイグループとサントリーグループの共同開発商品です。と書いてあります。まあ、いわゆる、硫酸マグネシウムっていうのも入ってるみたいですし、塩化カリウム、カリウムじゃない、カルシウム。塩化カリウム、カリウムなのか、ごめん、カリウムかもしれない。カルシウムかも、カルシウム。いやでもカルシウムは CA で、カルシウムだよな。塩化カルシウム。塩化カルシウム。塩化カルシウムですね。塩化カルシウム。水と二酸化炭素と塩化カルシウムと硫酸マグネシウムって、硫酸マグネシウムって聞いたこと、炭酸水に入ってるの聞いたことない気がする。炭酸は強そうですね。完璧。あ、すっぺ。あ、すっぺわ。すっぱ。成分、炭酸水。強炭酸水が今あれなのかな。流行ってんの？セブンイレブンの炭酸水。他にもあるんだよね。グレープフルーツ味とか、味っていうか、味とレモン味の他にも、炭酸水プラスとかいう、トークホの謎のね、炭酸水もあるんですよ。特保タイプ。あ、すっぺえ。これなんだ、めちゃくちゃすっぺえぞ。ちなみにこの特保のやつなんですけれど、食物繊維の働きにより食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能を持った特保飲料。じゃあ酸っぱいわ。なんか酢でも入ってるのかなっていうぐらい酸っぱいっすね。恐ろしく酸っぱい。どうなってんの？レモン味かなって思うぐらい。酸味がある。なんや。硫酸マグネシウムのせいか。わかんない。セブンイレブンはね、炭酸水はね、普通の炭酸水はね、すげえうまいんですよ。水と二酸化炭素しか入ってないやつ。すげえうめえ。しかも安いし、90円ぐらいで売ってるんだけど。80円か90円ぐらいで売ってるんですよ。
ちなみに、ネットで見ると、24本入りで1900円ってなってるね。ワンケース。これはうめえんだ。これは間違いなく美味しいんですよ。なんだろう、強炭酸だからか。やけに、酸味が、強いのか、硫酸マグネシウムの線。硫酸マグネシウム入ってる炭酸水って初めて見た。塩化マグネシウムとかだったら分かる。塩化マグネシウムってあれ塩だっけ？塩化マグネシウムって、塩化マグネシウム塩か。あれ？塩化マグネシウムって塩じゃん。あれ塩って何なの？塩って、あ、塩化ナトリウムか。これ間違い。塩化マグネシウム入ってるやつなんだよな。塩化ナトリウムは塩です。ちなみにこちらは塩入ってないっぽいですね。塩化マグネシウムは入ってるのよく見るんだけどな。酸っぱい上に、後味が、ちょっと、ありますね。後味が残るっていうか、なんかこう、スガーッとしないっていうか、こんな感じ。あ、でも炭酸自体は強いみたいだけど、すぐ、いわゆる長持ちはしないパターン。それもあるんだよね。餅とかもね。炭酸の餅とかもあるんですよ。だから一回これをさ、プシュって抜いてさ、でさ、また閉めるとさ、何も飲まないで閉めるんですよ。で、これで、一日ぐらいほっとくの。ほっといても、ほっとくと大体こういうので抜けるんだけど。一部抜けない炭酸水もあって。なんやクオスとか。クオスとかは炭酸抜けなかった気がする。ウィルキンソンとかはもう完璧に抜けるんですよ。ああいう。炭酸は強いけど、抜けも早い。そのタイプだと思います。これももうほら、まあ、ちょっと見えないかもしれないけど。もうほぼ立たなくなったね。泡がピヤピヤピヤって。うん。これがもう持続的に、もうずーっとなんか、ちょこちょこピヤ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 って出るタイプ。これやっぱり炭酸の持ちがいい。多分、あれなんだ。まあ何なのかわかりませんけど、製法の違いでしょ。まあこれは、酸っぱいんで、まあ買わないかな、二つ星。です。ご視聴ありがとうございました。